悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞ。小宮山さん、小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でした。そうですね、球場の広さ、小宮山さんは気になったです。初球空振りです。ファウルです。チェンジアップは入りません。次が4球目、打ちました。ショートが取る。一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている野村。笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー笠原、そしてキャッチャーは峰井。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。初球を2球目打ちました。ワンバウンド引っ掛かりました。バッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入ります。さあ、先制のランナーを点検しております。当然先制点を与えないようにしますね。なるほど、そうですよね。さあ、次は何か。ああ、ボールですか。はい、変化球真ん中に引き上げゴール。またいいよ。そうですね、去年ファーボールされたやつですね。フリーボールなし。ここは1球見てくるでしょうか。もうここはファーボール。ここはボールを避けた形でしょうか。コントロールが定まりません。もったいないですね。はい、さあ、そして打席にはオースティンが入っています。さあ、なおもピンチの場面。ここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですね。外から入りました。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。これもアウトコース。バッテリーとしてはどうしてもストライクが欲しい場面なんですけど、その心理はバッターも分かってますからね。はい、ボールが先行してボールダッシングです。インコースに切れ込む変化球。外れてフォアボール。これでワンアウト満塁。結果はフォアボール。ピンチを広げました。もったいないですね。はい、さあ、そしてバッターボックスには杉本が入ります。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。やはりランナーがいると初球も心配になりますね。なるほど、そうですか。変化球を狙ってたんですね。これが3球目。今のボールは追い込んでから使えたんですね。ここはストライクからボールのチェンジアップを必ず受けたいですね。ああ、そうですか。緩いボール、しっかりと見極めました。変化球打ってきた。スタンドに入ります。まあ、次のボールが勝負ですね。しっかりコントロールしてギリギリに投げたいですね。内のボール打ってきた。スタンドでアウト。さあ、そして打席には今川が入っています。さあ、強い攻めはなりましたが、なおも満塁の場面です。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたが、ここもしっかり抑えてほしいですね。いい当たり、外野まだ伸びている。掴んでスリーアウト。先制は許しませんでした。里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあ、やっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、まず口をついてきました。はい、変化球が決まっています。これが3球目。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れて打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている鈴木。笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目。いいところへ決めてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。外れてボール。膝元をつきましたが外れました。ボールになります。打ちました。外、一塁、そのまま入ってアウト。バッターは3番の吉田。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは笠原。打ちました。取った。一塁アウト。スリーアウトです。2回になります。ドラゴンズの攻撃。打
席には5番バッター落合。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えた。インタイの打球はセンターへ。ここはフライになっています。バッターボックスには指名打者のウッズ笠原。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。さあ2球目は何か。低め、これは外れます。ボール先行です。わずかに外れてボール。ストライクが入りません。ここは1球見ました。入れてきました。フルカウントになっています。見逃しません。バッターボックス石井エド。ツーアウトランナーありません。打ちました。痛烈。これはセカンドライナー。2を取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。しっかり捉えた。サヨナラなるか。